はい、半間岩先生です。ね、いろんな仕事があるんですけれども、今ですね、手間かかるんで人使って働かしてやる管理者ってどんどん減ってきてるんですね。全然儲からない、人を雇っても全然儲からないんで、まあ人を雇わないでね、仕事することが多くなったんですね。でその関係でね、YouTuber やってる人でもそうなんだけど、自分でやり方分かんないよって脅してくる人は結構多いんですね。テレビ見てても、なんか台本にないことでね、自由に動かすとね、分かんないということで怒ってくるわけですね。で殺そうとするわけですと。でやり方、これはね、お金がかかるんですね。管理しないといけないわけですね。で、今、それで支払って担当できる人はもう高くなったんです。安い金じゃ動き、管理しませんから、YouTuber でも人でもね。私は音楽事務所というか、芸能人、事務所の経営者でもあったんですけど、今もう辞めてますからね。私が例えば雇われて管理するなんて言ったら高いからね、誰ももうつけないんですよ、ね。まあ、時給1億円以上ですから、ね、払えるしないんですね。で そういう関係でね、管理される人探して脅してくるんだろうけども、やり方わかんないね、ということで脅してくるわけです。台本は書いてないからわかんないというね、 YouTube でね。そういう人多いんですね。やり方指示した通りに、しかできないわけですね。そういう人多いんで、今危なかったですね。 YouTube のテレビ見てるだけでその人がね、消しかけてきました。危ないんでね。で私はね、管理はしませんね。もう全然やれるように金取れるしいませんから。でやったってもう 99% 取られますからね、私の場合取りますからね。働けないと思いますよ、ね、高いから 99.9% ぐらい以上取ります。それでも足んないですね。問題が起きるから必ずね、損だって知ってるんで、人を雇うっていうのはね、やんない。で、他に管理者がいないんですね、なかなかね。で、仕事は管理者の仕事が多いんだけど、できる人がいないわけですね。まあ、お金には普通よりかは高いわけですよ。管理者の方が。ね。で、私の場合も時給高いからやれる身分の仕事じゃないわけですね。人を管理するような仕事で働かすっていうのは私の仕事じゃないんですよ。管理者がいなければ分かんないって言ったって、今いないでしょ全然ね。ということでね、危ないですからね。で教えるにも、大学卒業する、そういうの自分で一本立ちするには、やっぱりまた別に大学を卒業するぐらい学費が必要ですから、会社とか大きい会社とか勉強するわけですね。そういうところで雇われるかですよね。1000万も学費払うわけですよね。会社入れてもね、教える人はね、教える会社の場合はね、大きい会社はね、そこまでしてね、雇うとこないですから今。でその人は、まあ、学歴があったとして、大卒であったとしても抜けてるたわけです。そのね、自分で動いてね、仕事するっていうことは抜けてるわ。管理者がいなければできないっていうわけですよね。その分は抜けてるわけですが、学歴が、ね、それをまた抜けてる部分で勉強しすぎるとそうなるんですね。また ね東大だけ行って、る人に結構多いわけですよ。で別にまた抜けてるところを会社で教育する、1000万もかけて教育するかですね。そんないい会社今なくなっちゃいましたからね。で
じゃあ管理される人がいればいいわけですよね。大体ね、一流、私、普通はね、一流会社入ったら管理者になるわけですから、管理されて動くっていうことはね、ちょっとちっちゃい会社しかないんですよ。ね、で、ちっちゃい会社がその1000万も学費出すかですかね、また管理する人、今少ないですからね。今いないですからね。私のせいじゃないですね。全然言うこと聞かないから、今の人。で、教育するのに、まあ昔から同じなんだけどね。非常に多すぎて、管理者がいないですね、今ね。管理者の方が給料はいいから、それで、そっちの方にね、そういう人たちが増えればいいですけどね。一向に増えないですね。で、そんな管理者、ね、管理者入れが儲かるってわけじゃないですけど、少しいいだけですからね、管理者だからね。ということですね。これどうやって避けようかって言って、今、私考えてますけども、危ないですね。人と接するとそういう人がまたたかってくるんで、危ないんで、ちょっと私だけこれ、安全に行く方法をちょっと考えます。どうもありがとうございました。